はい、ですね、コロナウイルスでですね、緊急警戒宣言とかいろいろ出てる感じですが、まあ、あのうちのガイドも今実際は、5月6日まで休業ということで止めてます。でですね、まあ、解禁にはまあなるんですけれども、まあ、状況が許してですね、まあ、あの事故で釣りができるようになった場合、例えばね、お昼とかどうするのかなみたいな感じのところがあると思うんですけども、いつもお世話になっているスピンメーカーさんでも、テイクアウトで、今まであるメニューをご存知の方もいらっしゃると思うんですけど、その辺もですね、テイクアウトしていただけるっていうことですんで、ちょっとテイクアウトですね、頼んでみました。で、どんな感じになるのかなっていうところで、ちょっと、今日はですね、皆さんご存知のほうれん草チキンカレーをですね、頼んで、で、すぐにできるっていうことですんで、ちょっとね、これから私、いただいてですね、外で、食べさせてもらおうかななんて考えてます。まあ、これがですね、釣りができるようになって、皆さん、お越しいただけるような状態になった時の、参考にでもしていただければかなと思って、ちょっと今、撮ってみます。はい。ですね、頼んでいた、テイクアウトのですね、ものができたみたいなんで、今日は、ほうれん草チキンカレーを頼んでみましたけど、ちょっと取りに行ってみます。よいしょ。はい、こんにちは。すいません、テイクアウトで。はい、ありがとうございます。お願いします。ほうれん草チキンカレーとサラダですね。はい。1200円です。はい、わかりました。すいません、これでいいですか。はい、ちょうどで。ありがとうございます。ちゃんとこれもついてるんですね。今日は人がいないんで、外で食べてもらえて大丈夫ですかね。で、あと、まあ、釣りやり始めたら、船の上から、こちらの方に連絡入れておけば、時間があれば桟橋まで持ってきていただけるということだったんですけど、そんな感じで大丈夫なんですかね。はい、はい、大丈夫です。はい。じゃあ、ちょっと外を借りて食べてみますので、お願いします。すみません。よいしょ。じゃあですね、まあ、こう、テイクアウト、いただいてきました。ですね、今日はまだ解禁の前なんで人はほとんどいないんで、ここでちょっといただくようにしますけど、この消毒はですね、自分で持ってました。自分のものでやってます。まあ、ここもさっき見ていただいた通り、入り口にもありますんで、手指の消毒してからということでした方がいいと思います。でですね、今日お願いしたのがほうれん草チキンカレーとサラダ。サラダが200円、ほうれん草チキンカレーが1000円ですけども、こんな感じで、まあ、いつもお店でいただくのと変わらないような感じですね。で、まあ今日はね、人がいないんでここをお借りしてですけども、まあ3密うんぬんって言われてますんで、まあ船舶の上でですね、持って行って食べるというような形にはなると思いますけども、
こんな感じですね。ほうれん草チキンカレーとサラダ、まあ、テイクアウトで持ち出しですね、まあ、船の上でいただくような形になると思いますので、まあ、ぜひ参考にしていただけたらと思います。ここでお疲れ様でした。相変わらずうまかったですけど、ちょっとねやっぱりこうテイクアウトなんでこの入れ物とかがやっぱ飛びやすくなったりするんで、船の上とかでですねお召し上がりになるときはやっぱこう風とかありますんで、入れ物が飛んだりとかですね袋が飛んだりとかっていうのを注意していただければと思います。でですねこの食べ終わった弁当のこの空き箱ですけれども、スピンメーカーさんの方でですねお弁当のこの殻については回収していただけるようです。でですねまあ買いの際にですね先ほど受け取ったですねフロントの方にですねお渡しすればですね回収して処理してくれるということですので、まあ飛ばないようにですね例えば、釣りが終わった後ですねまた持ってきていただくとかそんな感じにすればいいと思います。ちょっとじゃあ持って行ってみます。あとですね今年はですね通年車のキーをですねフロントに預けていただいたりしてたんですけども、今年はやっぱりその接触の観点からですね車のキーをですね皆さんで保管していただくようにということでした。ですので車駐車する際にですねあまりこう斜めになったりとか間隔が空きすぎたりっていうのをご注意いただければと思います。でちょっとこれ回収していただきますんで、はい、すいません、じゃあこれでいいですか、回収していただいて、はい、よろしくお願いします、ごちそうさまでした。よいしょ、じゃあですねこんな感じです。まあちょっと6日までは今のところ自主規制という形でですね、まあ、私の方でもガイドの方をちょっと規制させていただいてますけども、皆さんお越しになれるようになったらですねまたお昼もこんな感じで桟橋の方まで運んでいただいて船の上で食べるような形になると思いますので、まあ状況がちょっといまいちはっきりしませんけれども、またお越しいただけるようでしたらたくさんのお客さんに野尻湖に来ていただければと思いますので、まあ、それまではちょっと自粛していただいてみたいな形になりますけれども、まあ頑張りましょう。以上。